ゆうた、ヒューガ野球部のボケ担当、ボーリングするとき急速にやたらこだわる大和、川端です。今日は何？今日はお返しお返しですか。その時期来ました。もうすぐで来たるホワイトデーですけど、いや来ましたね。以上やっときますか。この投稿視聴の皆さん、ハッピーホワイトデー。ハッピーホワイトデーって言うあんま言わないから俺ら発祥だよ。そうだよね、なんか違和感影響力ですよこれが。やっぱこう年を重ねていくごとにイベントを楽しむ力みたいなものはだんだん衰えてくるっていう、そういう事実がありまして、また悲しいなと思いまして、まあ僕たち YouTube クリエイターですから、まあ、動画を通してやっぱイベントごとを楽しむっていうことでこだわっていこうということで、なるほど、去年からですね、バレンタインの時に女性クリエイターに電話をかけてちょうだいチョコしてみたいみたいな企画を取って、で、まあ、バレンタインもらって、でお返しでホワイトデー作って、それを渡しに行くっていう、一連のこのバレンタインホワイトデーを楽しむ企画をやったんですけれども、はい、まあこれ続けていきましょうということで、今年もちょうだいチョコの電話をかけ、その後に、まあ、女性クリエイターからバレンタインいただいて、で僕たちがお返しを作って今っていう感じです。なるほどっす。はい、なんですけれども、はい、ちょっと前回のそのホワイトデーを作る動画でちょっと触れ忘れた部分があって、一応触れておいた方が事件にはならないかな。なるほど。まあ被告人はアムギリーなんですけど、サオリンにこうもらった時に写真撮っていいですかって言って、サオリン写真撮って、まあそこまでは面白い感じだったけど、その後なんて言うんでしょうか。カタンシカサオリン。それに対してサオリンどんな反応しました。うわーすごいみたいな嬉しいみたいな。ちょっとやっぱ衝撃的な映像にはなってしまっていたよ。でその話をあっちゃんにしたの、お前こう編集してて、お前ヤバすぎだろみたいな、めっちゃ盛り上がってて、うわこれでも僕あの実はエアちゃんにもやったんですけど、ヤバすぎてカットしたんですよっていうことを言ってて、はい、えちょっと説明してもらっていいですか。俺の中ではめちゃめちゃいいボケだなと思って、これやったらちょっと変な感じになっちゃったんで、ちょっとこれはあダメだと思ってえそれはさ本当に撮ってんの。あ写真撮ってん、本当にそれがキモいよねいやなんか普通にその不意に女の子を写真撮っていいのって彼氏だけ友達でもあんまやっちゃいけないことやまあまあ やんないね。確かにその映像は流せるんですか。一応あ、エアちゃんがいいな。じゃあまあ一応 VTR。 いやいや、どうだ。待って、でもどんな感じだ。エアちゃんがマジで引いちゃった場合さ、エアちゃんだね、エメアから。まあ一応ちょっと許可取って、以上 VTR こちらです。写真撮っていいですか。あ、撮ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちじゃなくて、A の写真。ちょっと一回。ああ、一回。一旦ね。とりあえずね。うんうん。すいません。まあちょっとね、衝撃的な映像だったと、でも自分のターンだけで終わればよかったものを、まあ僕のターンで、ノアチンとサクティンにバレンタインいただいたところでも、サクティンがアムギリ推しですっていうことを言った時に、なんか出てきたよね。さくらちゃん、ありがとう、おつろいだねこれからもよろしくね、さくらちゃん。それ思うんだけどさ、アムギリ推しですっていうのをさ、そのなんかよくさ、お前がさ、肘当たらないようにしてるわ、世界に、はい、とかいういじりはするやん。いじりはね。いや、とかじゃなくて、うーんとか、こしゃとかさ、で、カタンシカサオリみたいな、やってるやつをさ、推してんの平気なんかな。マジで。いやいやいや、みたいな感じなわけよふざけてる面白い人じゃなくてキモいやつみたいなのが出てきて、あの瞬間いや、その笑い一つ取るにしても不器用な感じ可愛いみたいなことなんじゃん。そこもその周りがでかいやつらばっかりでさ、オーソドックスにこうみたいな笑いも取るからさ、この頑張ってる感じが不器用で愛くるしいみたいな。それは40歳の人とかがやるからそれはそれは40代50代の人がやる好きな見方やん。さくらちゃんって10代でしょ。10代10代がさ、それありえ、ああおじいちゃん鼻毛先生とかそういうことかそういうことだ。お前どんな気づきやろそういうことかどんな気づきやろおじいちゃん鼻毛白い先生とか出過ぎちゃってそういうことだ。イグミン的なそういうことだ。あ、理解したわそういう推しね。コアポジションね。あー、だってそれで言ったら可愛いもんね。そういうことじゃない。だからか。おじいちゃんに。で、あれはさ、誰が撮っ
ったの。あっちゃんが自分であそこにこう差し動画として入れるっていう選択をしたのか、それとも誰かにやってって言われた。あ、それ編集してた龍馬に頼まれた。そうね。ごめんちょっと、あのめっちゃキモいアンサー返してる。あ、なるほどね。あ、そういうことだった。そうそう、アムギリ界隈って面白くない？龍馬の提案だからあそこまでキモくなったと思うんだよ。確かにそれはあっちゃんも送るとき龍馬をまず笑わせたいっていう思いで送ってると思う。確かに。だからあのキモさ出て、さきらちゃんがつけてたのと一緒のつけてって言われて。あ、そう、そういう師匠もあって。そうそう、あれ出た後街歩く自信ないもん。いや、俺も無理だてか、あれをもし自分が恋愛をしようと思った時に見られるって思ったら生きていける。いや、全振りかっこいいな。ザクドチョーン、ザクドチョーンみたいな。一番かっこよくない？その仕事人として。いや、俺らはその仕事できないってやっちゃうけど、アムギリはさ、やるわけ、うん、できる？できないです。いや、かっこいい。その面に関してはかっこいいけど、その面がもっと響いたらいいな。そんなことしてんのに、うん、5位って。いや、5位は、ゆらちゃん。危ねえ、危ねえ。いや、5位はユーバだから、うん、速度ジョーンに負けたってこと。あ、そうか。それだめちゃくちゃかっこいい。うん、ああいうことして、自分の地位が上がってるっていうのはめちゃくちゃかっこいいよ。無事に回収できましたということで、はい、じゃあ早速本日の企画発表してまいりたいと思います。うっす。ということで本日の企画、女性クリエイターにホワイトデーを渡しに行こう2024年バージョン。あの先日ですね、あのセイラとホワイトデーを作る動画あの投稿したと思うんですけれども、そこで作ったものを皆さんに渡しに行くよということで、動画としてはすごいシンプルですね。お返しで渡して、まあその前ちょっと食べてもらって感想いただくと。おそろそれだけですよ。はい、うん、やっぱ前回はもらう側だった感想とかありましたけど、今回はやっぱ別の緊張がありますよね。いや本当に自分たちが作ったものを食べてもらう、なんかめっちゃバレンタインの時も女の子たち緊張してくれたやん。いやそうだね、緊張してたね、うん、緊張って可愛くない？爆発してたしね、あんたなんてね、キリちゃんにお弁当作ったもん。いや、あれは爆発するやろうが。お弁当すごい。だってさ、トマトをさ、普通に食べてたのとかすごい。あ、あれびっくりした。自然にしそう。いや、それはそうや、当たり前やん。キリちゃんが持ってきた弁当のトマト誰が残すん？キリちゃんが一回口に入れてるだろうなと思いながら食べた。いや、キモいやつすぎるやろ。そう思ったら食べれたみたいな。ギリドーンってどういうこと？いや、ギリドーン。いや、そうじゃないと食べれないぐらい嫌いだなと。いやいや、そうだよ、トマトは得意ではないけど、考えてなかった、あんまり。キリちゃんが説明までしてくれてたから、甘くてなんとかトマトって言うんだよって言ってるキリちゃんの言葉をさ、ないがしろにするわけにいかない。夢中だったね。夢中だった。え、キリちゃん、そうそうそう、キリちゃん、キリちゃん。そしたら僕に出た、その奥歯あたりにトマトが入ってきてて。ああ、いや、それすごいな。すごい。これすごいとこが、やっぱ渡辺ヒューガタンの人だよ。だってさ、推しがさ、マジで好き、マジで結婚したいみたいな言ってさ、弁当うめえってさ、動画撮ってる途中で全部食ったわけや。そんぐらいこう人のことを好きって言ってることに対して、ヒューガ君よかったねって出てくる、この心の広さ、俺すげえなと思った。まあ俺ちょっと全体をチェックして思ったんだけど、やっぱ女性クリエイターが可愛すぎてその冷静にねチェックしてて、あ、俺らこれ友達だから忘れてるけど、この人たちってめちゃくちゃ可愛い人たちだっていうのをこう思い出しながら編集してた。いや、そうなんだよね。そう、忘れちゃってる。その良くないわこれ。全国のその YouTube ヘッズからしたら夢みたいな動画や。それお互い様なんちゃう。どう？俺らが可愛いことを思い出すように、みんなもかっこいいことを思い出すんちゃう。いや、ええってさすがにやりづらい。いや、それはどうだ。あ、関係ないよ。めっちゃ悪いやん。顔悪い。関係ない。犬バレたもんよ。関係ないっす。俺関係ない。俺その発言に関係ない。関係ないやつニヤニヤしてたけど。それはやばい。関係ないやつが。嫌な言ってほしかった。そういう顔して言う。でいい。いや、でもいるかもしんないよ。実際会って一番かっこよかったクリエイターランキングであっちゃんを1位に選ぶ。いや、いるかもしれないやん。いないよ。いるかもやん。そうだよ、うん、全女性クリエイターに聞いたらさ、一人ぐらい。一人ぐらい。誰あたりが答えてくるんですか。いや、それって希望的観測でいいよ。ムクとか言ってくれそうって。あ、言わせれば言ってくれそう。優しいから。確かに。そういうこともあるよね。ぜひまだその動画見てない人はそちらを見ていただいて、今回は僕たちがクリエイティブで返していくよ。はい。
それぞれのパートあるんですけれども、最後まで見ていただいて、高評価、そしてね、コムドットのことをね、チャンネル登録まだしてないで、この動画見てくれてる方、素晴らしいあなたにぜひチャンネル登録をお願いしたいなと思っております。この下のところのボタンからですね、押すとチャンネル登録できるので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでアムちゃんの番です。あれから時が経って、1ヶ月ぐらい経ったんですけども、ホワイトデーになりました。先月ね、僕はね、ここの、画角でですね、サオリンさんからカードのね、クッキーをいただきましてね、それのお返しにやってきました。ということでね、早速登場していただきましょう。サオリンです。お願いします。お願いします。いや、久々ですね。ちょうど1ヶ月じゃない？マジでちょうどですね。ほんと1ヶ月だね。1ヶ月が経って、ね、次は僕の番ですよと。はい、ホワイトデー、マジ緊張してるんですけど、はい、早速渡してもいいですか？はい、お願いします。はい、嬉しいんだけど、ホワイトデーってなんかないからさ、そのもらうことが。あ、マジですか？うん、バレンタインに渡してお返しとかいただかないんですか？あげたらまああるけど、ご飯とかかな。はい、ああ、なるほど。とか、はい、もらうっていうのなんかなかなか。しかもがっつりもう甘い系なんで。え、手作り？あ、手作りです。手作り？え、すごい。すあざ。可愛い。え、すごい。手作りは あ初めてかも。ちょっと5人とね、セーラーで頑張ったんですよ。お、はい。ということで。ええー。はい。何可愛い。ハッピーホワイトデー。ありがとう。はい、ハッピーホワイトデー。はい、え、可愛い。マリンだね。キャラメルカップケーキです。キャラメルカップケーキ。はい、ええー、美味しそう。はい、すごい。作っちゃいました。え、ガチですごいね。食べていいの？あ、もちろん、ぜひ食べてほしい。やったー、はい、ありがとうございます。あー、全然です。え、あっちゃんの手作り食べれるなんて最高じゃん。もう死ぬほど愛込めましたから。え、嬉しいんだが、はい、あ、ちょっと、ちょっと写真撮りましょう。確かに、この、これをちょっと一緒に持ってもらって。持ってる写真。はい、インカメいいですか？もちろん。いきます。はい、はい、チーズ。え、そのあっちゃんのね、前回に引き続きね、片足かさおりん。うちが推しなのに、なんか推しみたいになってるから。あ、僕も推しっす。あ、本当に？はい、推し同士って。あ、マジ両推しです。本当ならもう成立して当然のはずなんですよ。3年経ってもまだ実らないんですよ。ああ、そうなんだ。長いんですよ。あ、ありがとうございます。すごい、嬉しい。推しからの、え、作ることある？うわ、全然ないですね。あの、去年もこの作ってホワイトデー返したんですけど、うんうん、もうそういうくらいしかないですね。そうだね、普段作ることないもんね。全くないです。嬉しい、めっちゃいい匂い。しかもセイラちゃんも一緒に。あ、そうです、もうサポートしてもらって。すごい、はい、ありがとう。いただきます。はい、いただきます。うん、おいしい。え、めっちゃおいしい。やった、めっちゃキャラメルじゃん。ありがとうございます。え、前回見たけどパティシエ行ってたから。あ、はい、結構厳しいんですけど。おい、え、美味しい。マジっすか？めっちゃキャラメルの味する、ちゃんと。やった、やった、ありがとう。いや、もう全然ですよ。あれから1ヶ月だけど、その期間の間にあっちゃんを1回飲み会に誘おうと思ったことがあって。え、ですよね。え、わかる。え、でも日向経由でも聞いて。あ、そう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 、その日もまた眉毛やってもらってたのと、うん、その後編集持ってて。どっちにしようかなかった。はい、もうマジかよと思って、うん、なんかそのうちの友達が日向と友達で、で誘おうみたいになって、え、じゃああっちゃんも誘おうかなみたいな言ったんだけど、はい、あの動画の後にすぐ誘うのキモいなと思って。いや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 、ちょっとやっぱ誘うのやめるわ。なんでですか？なんでそれで日向になっちゃうんですか？あ、まあ、日向は来たのかな、わかんないけど、そういう回がありまして。いつもちょっと申し訳ないですけど。飲みたいね、そろそろ。だってそろそろ飲みたいです。とか、まあご飯とかでもいいけどね。いいんすか？いいんだけど、うちご飯の時も飲んじゃう人だから。ああ。ダメなのよ。まあ全然全然。なんすか、結構出会ってから時間経ってるじゃないですか。うん、でも4年とか。もう3、4年ぐらいですよね。デートで企画取ったじゃないですか。うんうん、企画なのに本気の感情が入ってしまって、うん、ガチ恋になってしまって。はい。だからこの企画が3年前に行われてたら、うん、僕もう爆発してたと思います。これ、あのバレンタイン企画がバーンって最初の方はね、はいはいはい、サオリンからもらえるってなってたら、うん、もう飛び跳ねてましたよ。マジ危なかったです。その時にもらってた。危なかった。はい、でもその今スキピーがもう公言してるじゃないですか。うん、あれはもうあれですか、僕ではないですよ。僕ではないですよ。推しと好きはまたちょっとうちの中で違うかなみたいな。そうですよね。あっちゃんではまあギリない。ああ、違うか。でも一応、もう一押し。
ありがとうございます。推しなんでも。スキピとは会ったりしてるんですか。スキピとは会う。そのバレンタインを手作りであげてもらうとかはない。うん、ああ。ご飯とかになっちゃう。ご飯か。そう。じゃあ該当しない。こういうバレンタインマジで久しぶり。ええー。嬉しい。てか本当に手作りでもらったことないかも。中学校ぐらいかな。マジっすか。なんか僕も学生の頃返したことあるんですけど、うん、なんか買ったりしたのをお返しするとかだったんで、うんうん、っていうイメージ、はい、男の人からもらうのは嬉しい。しかもめっちゃ美味しいんですけど、うん、バクバク食ってくれてる。めっちゃ美味しい。超嬉しい。まあちょっと話変わるんですけど、最近結婚の話されてたんですけど、うん、で僕最近結婚式行ったんですよ、うん、結婚したい欲はなんかどっちでもないみたいな。そう、どっちかわかんないんだよね。僕はしたいんですよ、うん、着地が難しかった結婚願望があるよね。結婚願望がある。そうなんですよ。プロポーズされたら OK なんですよ。 OK。 ああ、いつでもですか。その好きになる人ってさ、結婚とか考えないと好きにならないかも。もちろん。その中途半端にかっこいいからいいじゃいいやみたいなのはない。だからちゃんと好きっていうなった時にはもう多分結婚してもいいんだと思う。ああ。でもしてもいいけどしなくてもいいっていう。そうなんですか。え、じゃあもう子供欲しいとかないんですか。自分の子供もまあ欲しいけど絶対ではないっていう。えでもじゃあ最悪その好きな人と一緒にいれればいいよっていう。あ、そう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 。逆に、はい、誰が5人の中で早く結婚すると思う。いや、それも結構話すんですよ、うん、まあ、いろんなクリエイターからも言われるんですけど、うん、誰なんだろうねってなって、え、占いでは僕ってなってるんですよ、うん、でもなんかクリエイターからよく言われるのはヒューガー。あー、ぽそうな感じがする、うん、なんかこう決めたらガッてすぐ。そうなんですよ。え、でもどうだろう、うち意外とユータしそう。おお。なんかわかんないけど自分の意思強そう。例えばこの時期はクリエイターだからいろいろ考えるじゃん、発表の仕方とか。そうっすね。今の時期は違うとか、はい、いやでもってなんかいきそうな。おお。いや違うかな。サウジにありがとう。ということで、なんか続けたら完食されてました。そう、ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった、はい、ありがとうございます。無限に食べれる説。ホワイトでサオリン編でした。ありがとうございます。本当にありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございました。ぜひまた作ってください。あ、もちろんです。プライベートで。それでは、次のクリエイターへ GO GO。 はい、ということでキリちゃんのところに来ました。イエーイ、ありがとう。ホワイトデーです。イエーイ。キリちゃんにはね、バレンタインの電話する企画で電話して、うん、お弁当も生チョコも2つもいただいちゃって嬉しかった。まあどっちも美味しくて素敵な日になったんですけども、今日はホワイトデーということでお返し作ってきました。嬉しい。みんなで作りました。嬉しい。コムドットの、うん、ちょっとヤマトの妹のセイラに毎年やってもらってるんだけど、手伝ってもらいながら、うん、ユーマがちょっといなかったんだけど。あ、そうなの。そうで、4人の味だ一応ね。一応4人の味、うん、どうしよう、早速渡しちゃおうかな。うん、早速渡しちゃいます。おー、すごい店じゃん。すごい。キャラメルカップケーキ。キャラメル味の。私キャラメル一番好き。あ、本当、うん、危ない。キャラメルね、多分好き嫌いあるもんね。美味しそう。かわいい。かわいいでしょ。うん、かわいい。ちょ、写真撮ろう。おー、あ、ちょっと持って。うん、はい、はい、チーズ、はい、チーズ。あ、いいね。イエーイ。いい写真。ちょっと、じゃあちょっとだけ食べる。食べるよ、食べるよ。食べれる。うん、なんでなんでなんで。いや、だって小麦さ、食べないって言ってさっき回る前。全然全然あれば食べるんだ。あればもちろん。あれば食べるんだ。好きだからね。あ、本当に。うん、自ら食べないだけで。なるほどなるほど。好きは好きなんだ。オッケーオッケー、よかったわ。いや、うまかったのよ。しかもちゃんとみんなで味見したんだけど。食べますよ。いい匂い。いい匂い。え、マジで本当お店みたいだね。え、すごいよね。売ってるよね、こういうの。美味しそう。うまい。いい感じ。燃えてる。なんかこの前燃えてるね。怖い感じに光ってるけど。美味しそうでね。美味しそう。いい感じに膨らんでて。食べたい食べたい食べたい。はい、真ん中が一番美味しいのかな。え、どうなんだろう。俺はまあこっからこう噛んだけど。じゃあそうする。噛む。あ、噛む。あ、じゃあ噛み。いただき。いただきます。美味しいよね。めっちゃ美味しい。え、めっちゃ美味しいよね。うん、売り物。いや、ちゃんと美味しくて、うん、俺らもだから安心して私に来てね、一応。美味しい。美味しい。うん、よかったよかった。全部食べたら多分疲れちゃうでしょ。家持って帰って食べよう。家持って帰って食べな、うん、牛乳とかと食べた方がいい。うん、
そうありがとう。いや、よかったよかった、渡せて。めっちゃ美味しい。こんなさ、クオリティの高い手作りさ、うん、女の子を含めたとしても、うん、結構1位ぐらいだな。結構すごいよね。うん、けどさ、これってどうなの、あのホワイトで、うん、今俺らは、うん、その企画でもらったじゃん、うん、で企画で返すから、うん、みんなで作りました、うん、でこんだけ美味しいものができました、手伝ってもらったりして、ね、うんうん、いやこれもしプライベートでさ、うん、男の子にこうバレンタインあげて、このクオリティの手作り返ってきた時にどういう風に思うの。え、でも今もらってみて、うん、めっちゃ嬉しい。あ、って思った。うん、普通にこういうケーキが美味しいとかは、うん、いいことになるの。うん、でもなんかもっと若かったら、うん、プレッシャーになるかも。あー、超えすぎている。なるほどね。美味しすぎている。そういうのもあるのか。ある。でも、ね、もうこの年になったら、うん、すごいと思う。あ、すごい、なんでこんな美味しい、うん、美味しいみたいな、うん、嬉しい。あー、なるほどなるほど。逆にこの年ならありなのかな。けどもう美味しくても嬉しいし、なんならボコボコでも、うん、それは違った嬉しさ。いやだから俺らはそう思っちゃってる。あのそのずうずうしいけど、男どもは多分その女の子が手作りで作ってくれた、うん、そのお返しとしてやっぱ同じように、うん、その買って済ますのももちろんいいと思うんだけど、うんうんうん、よりこう時間がかかるわけじゃん、作るって、うん、大変だし、その大変なことをしたっていう功績みたいなものが褒められるものだと思って思う、うん、思う。あ、思った思った。あ、よかったよかった。なんかさ、まず買いに行くとかさ、うん、分量を入れるみたいな、うん、なんか全て可愛いもんね。いや、そうなの、うん、その男の子たちって意外に、うん、いや、それはいいよなって思って多分やってると思う、うんうんうん、その手作りとか時間をかけて何かをするとき相手に、やっぱ学生とか俺らよりもうちょっと若い男の子は作ってもいいのかな。いいいいのか。いい。まあ、じゃあ返すことに意味があるのか。ある。みんなそうらしいよ、男の子たち。これは迷ってる男の子とか多いだろうから、うん、まあもう終わっちゃってるけど、多分今度が出る頃にはホワイトで、まあ、もらってるっていう時点でね、嫌な人には送らないからね。まあそうか、嫌いな人にわざわざあげないもんね、うん、あ、やってことはまあ何をしても嬉しいの、うん、範疇にはあると、うん、まあじゃあ自信を持ってバレンタインをもらった男の子を返してみたらどうでしょうか。まあ、ということで、じゃあ今日はキリちゃんにキャラメルカップケーキを食べていただいて、うん、ありがとう。嬉しい感想をいただいたので、美味しかった。帰ったら牛乳と合わせて、うん、食べていただけたら。美味しくいただきます。嬉しいです。ありがとう。まあ、じゃあまだまだあのこの動画も他の人に続いていくので、うん、次の人へってやっていきましょう。わ、はい、かった。いくよ。はい、それでは次の人へ。はい、ということで、現場に到着したんですけれども、早速登場していただきましょう。この方です。プロミネンスバーン。どうも、炎上マンのファイヤーマンだ。バカ野郎。え、テさん笑えないっす。え、テさんもう笑えないっす。俺も、いや俺もその炎上マンの肩書き持ってたんですけど、うん、テオさんに思いっきり奪われちゃってて全然笑えないですけど、全部集めています。今のとこ全部集めています。業界の火という火を集めてますもんね。そうなのよ。だからもうカルシ君もそれですごい。カルシ君じゃないよ、カルシファーじゃない。なんか投稿するたび炎がでっかくなってるわけじゃない。いや、でっかくなってる。しかもなんか次元爆弾的になんか過去のやつが結構来てますね。そうなの。出して炎上じゃない、出して受けて、あー面白いって言われてて、2週間後300件コメントが増えてて、また俺かい。またもういいって、もう飽きたでしょって。いやいやいや、でもまあまあ、まあ一時期僕たちもなんかそう何でも良かった時期はあったんで、何でもいい時期ってマジめっちゃ何するにもビビりません。編集とかめっちゃ気をつけるの。めっちゃ気をつけます。でチームもこう気をつけてくれてんだけど、まあ最終確認で、いやこれはちょっと言われそうだなカット、これは言われそうだなカット、よし行こう炎上。なんでダメだ、最終確認僕じゃダメだ。あれに過ぎるのを待つしかないです。まあそうだね、もう無理だから、まあ、あんまり削りすぎてもなんかこうエンタメとして、うん、あれじゃないですか。これ何の動画俺。え、なんで出てきたんですか。いや、出てきたんですかじゃないよ。え、あの、お家お邪魔してるんで。ああ、ぜひぜひ。なんか勝手にまあ出ちゃうんですもんね。出ちゃいます、もう行っちゃいます。寂しい顔しないで。今のもちょっとあー、こいつ悪ない。出ちゃいます、出ちゃいます。バカタレかお前。知らないよ。この後に出てくれる人に申し訳ねえわ。俺のせいでちょっと燃えてんだから、ここ次入ってくる人。まあでももう武勇伝日記もそろそろ時間で。武勇伝日記じゃねえわ。お前からお前らの動画で。さすがのコムドットも顔引きつってこと。
あれ誰だ最終確認、ユーマがボンか僕です。お前かよお前かよいやまあなんかその、まあ難しいですけど、うん、めっちゃ前の話だし、うん、対その人とのコミュニケーションの中でやってたっていうことなんで、うん、別にその僕も気づけなかったっていうのは、同じような武勇伝を僕も話してしまっていた場合、うん、僕は炎上してたなと思った。まあそのね、ことはあの今も仲いいぐらい、昔から家族ぐるみで仲いいんだけど、あの申し訳ございません。あ、ちょ悪い顔してんだけど俺のいや、でも謝れるのはさすがに大人だなと。いや、この謝れないやつやばいな。ひずめで揺らしただけですもんね、これ。ポコ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 じゃれやってただけです、バカ野郎。ひひ、行こうか。バカ野郎ですよ。死んだ。ありがとうございます。俺ここでも死んだ。ありがとうございました。ここも切り抜かれたらちょっと本当にいたたまれないです。すいません。編集の仕方気をつけないとすごいこと起きるよ。脅す。じゃあ、あとはみんなよろしく。これ行ってくるから。とんでもない先輩だ。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、ファイヤーマンがですね、出発されたということで、早速真面目に動画を撮っていきたいなと思います。それでは登場していただきましょう。サクノアのお二人です。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。1ヶ月ぶりぐらいの、はい、動画ですけれども、お久しぶりです。お久しぶりです。どうですか、元気ですか？めっちゃね。めっちゃめっちゃ元気。めっちゃ元気にしてましたよ、私たちやっぱ。いや、一応作ってきたんですけど。うわ、嬉しい。一応触れときますか。え、いやいや、あなた方も関係者なんで、一応。はい。ああ、さすがのことですね。さすがにね。さすが私たちもですもん。そうだよ、共犯というか、むしろ主犯というか。あ、マジか、そうなっちゃうか。この3人で一応生み出したクックポーズっていうポーズありましたけど、ちょっとまさかのかぶりというか。謝るの早い。謝るの早い、ほんと早い。TikTok とかで結構言われたりして。そうですね、一瞬ほんとやべってやべって思った思いましたね。え、それってさ、どれぐらい自分ごととして捉えたのか知りたい。一応一緒に考えてくれたわけだから。何パーセント自分ごと。 100% 中でいいです。 100% 中で。結構マジで 5%。 え、マジで。自分も 5%。 ガチガチ。なんかほんとに結構ね、5だよね。え、でもなんかそのトレンドになった時みたいな、なんかそのクックポーズがもしなんかめっちゃ有名になった時に、うん、俺が名乗るからみたいな、なんかそういうこと言ってるじゃないですか。これがもし流行語とか乗ったり、はい、なんかトレンド入ったら、はい、この2人のおかげですから。まあ俺が作ったとは言うけど俺作ったの言うけど一応ね。ってことはなんかそういう時もやっぱり大和さんが引き継いでくれるのかなと思って。まあまあまあ、私お兄ちゃんやなって。なるほど、そうだよね。だし、コメントが大和くんの動画でしか言われてるな、私たちは。そうです。だからやっぱそう見えちゃう。そうだよね。しかも俺も、俺が名乗るって言った時はやっぱこう責任の方でバッてくるのはさ、想定してなかったから、まあびっくりはしちゃったけど、まあ結果結構いい感じで広がったりしてるんで、呼びたい方で呼んでいただければということで、一件落着しましたけれど、本日はホワイトデーということで作ってまいりました。え、すごい。ありがとうございます。嬉しい。手作りですね。手作りです。待って、すごい。もらわなくないか。ね、もらわないぞ。こちらです。え、なんだこれ。ありがとうございます。すごい、なんか可愛い。初めて、初めて。いや、俺もね、初めて作ったの。へぇー。メンバー全員で作ったんだけど。すごい。ぜひ、食べてください。いた。一口。ありがとうございます。あ、いい匂い。やばい、可愛いですよ、皆さん。よし、食べれるぞ。食べるよ。せーの、いただきます。どうぞ。いただきます。いただきます。ちょうどいい。本当に。一言目の感想。ちょうどいいよね。ちょうどいい。いや、わかるわかるわかる。キャラメルって感じじゃなくて、キャラメルプリンっていうのはね。ちょっと待って。え、なんかちょっと焦がしキャラメルみたいな。なんかちょっとそんな感じしますね。ちゃんとキャラメルから作る。え、そう。天才。大成功ですよ。これ。ちょっとやばい。え、すごい。全然全部今食べなくて大丈夫なんだけど。え、二人のさ、そのバレンタインエピソードじゃないけどさ。何やの、その学生の頃ガチで作ったみたいな。ある。ある。好きな人に渡しに行きました。家まで。嘘、いつ？
小学1年生の頃に、1、2年生の頃に学校で渡すのってめっちゃ恥ずかしいんじゃないですか。確かに人目とかも気にするし、で私学校まで持って行ったんですけど、結局ちょっと渡せなくて、放課後あのママと一緒にその人の家まで行ってピンポン押して一人で渡しました。うわーすごい、ちゃんとバレンタインエピソードだね。そしたらあの私お手紙を書いて渡したんですよ、いつもかっこいいねみたいな感じだからねいつもかっこいいねいつもかっこいいねみたいな、今度できたら遊ぼうねみたいなのを渡したんですよ、そしたらホワイトデーにあのお返しが、まあ、なんか市販のやつで、家までまた来てくれたんですよ、手紙がついてたんですよ、そしたら学校で一番かわいいよって書いてた。かわいい、すごいね。ちゃんと胸キュンエピソードなんだ。そしたら半年後に引っ越しちゃった。あわ、あわすぎやろ一応そのカップケーキと、え、あとちょっとこれはもう僕からの気持ちですけれども、え、ありがとうございます。ちょっとイソップ、イソップちゃん、ありがとうございます。旅行とか行くこと多いと思うから、出張とかで、はい、ボディーソープとか、あ、いろいろ入ってる。そう、ちっちゃめのやつが入ってるんで、うわ、いいですね。わお、持ち歩きに使いやすいかなと。おしゃれ。オカンティの教えで、素晴らしい。だから俺が小学校の頃女の子からバレンタインもらったら、お母さんが一緒にお返しのものを一緒に作るのと、あとなんかお返しのものを一緒に買いに行ってくれてもらったんだったら、それ以上こうお返ししなさいっていう、うわ、セットっていうのがね、確かにセットはなかなかないよ。そしたら来年もあげたいなって思う人になるでしょ。ああ、うわー、風に教えてもらったんで一応。うわー、ありがとうございます。ぜひ使ってください。大変使います。え、作ってる動画出ます？出る。うわ、え、本当に全員作ったって感じなんですか？え、工程は分けて、この工程は誰、この工程は誰。あ、だから前回と一緒ですよね。ああ、そう工程は本当に平等にって感じですもんねまあ、とりあえずユーマはちょっとお休みだったからユーマ作ってないっていうのはあるんだけど、はい、これ袋、はい、これに詰めるっていうのはどうし、詰める詰めるっていうかこう入れる包装、そうそう、包装するっていう。ヤマト君ってそのこれ、え、そしてえ、嘘、待って、嘘だ。なのに、あ、なんか嬉しい。え、ちょうどいいでしょとか言ってる。え、ちょっと、ちょっと待って、これがめくれると思わなかった。嘘でしょ。この味にヤマト君は入ってないってこと？いやいや、そういう言い方はどうだろう、難しいけど。でも、ひと混ぜとかはしましたよ、朝さすがに。いや、混ぜてない。ちょっと待って、マジで俺、何触れられると思ってなかったというか、そんなとこを多分、狙ってついてないよね。ちょっと、あの、詳しく聞きたいなと思って、その、そうなんですね。そうでも、そうちょっとむずいけど。一応そう、俺が、その、できたものをこう、入れて、ラッピングっていう。あ、ゆうたがキャラメル作って、ヒューガが混ぜて、あっちゃんが流し込んだ。これってさ、流し込みもダメだよ。でも入ってるよ、入ってる、ここに作品に入ってる。え、あっちゃんは何カウントなの？カウントする。あ、ま、まあ流し込んでるもんね、作品を流し込んでる。だって気持ちめっちゃこもってるじゃないですか、それって。あれだ、あっちゃん怖いんでしょ前回あのさくらちゃんがあっちゃん推しですって言った時のあの出てきた映像が怖かったんでしょ。あれちょっと怖かったけど。さくらちゃん、ありがとう、おつろいだね、これからもよろしくね。あれなんか見えたんでね、びっくりしたもん、えって。あ、それ聞きたいわ、感想どうだった、あれ出てきて。いや、そのびっくりしましたね、なんかすごい、誰って感じ。いつものあっちゃんじゃなくて。まあそうだね、私が話した時と真逆のあっちゃんだったんです。そうだから、えって思ったんですけど、でもやっぱ推しなんで、そこはごめんなさい。あれを見ても推す、逆に愛が深まりました。うわお、そういうものなんです、推しって。なるほどね、ああいう姿を見ても素敵です。はい、じゃあ今もあっちゃん見てると思う。はい、ありがとうございます。カツケーキ流し込んでくれて、ドクドクいや、出てくる可能性あるから、ね、また出てきちゃうから、あっちゃんってやんなきゃ出てこないから。あ、わかりました、あっちゃん流し込んでくれてありがとうございます。嬉しいですよ。ドクドクドクロジョン、ドクロジョン、また呼んでくれてありがとう。お、さくらもち、さくらもち、さくらもち。出てきちゃった。出てきちゃったよ。
うん、でも美味しい。でもありがとうございました。そうだね、でもっていうのは良くない。一応そうだね、本当にありがとうございます。俺そう結構年上であるから、でもはどうだろう。俺もちょっと噛んでるから。しかし、うん、ということで、まあ以上になりますけれども、はい、今度は7人で撮りたいですね、動画ね。ぜひ。うんうん。ちょっとあの俺撮りたい動画、この前言ったやん、企画、もしよかったら今度、はい、7人でぜひ。大丈夫、あっちゃんにあの声とかないよね。大丈夫、推しに会えるんだもんね。はい、嬉しいです。で、今誰、ユーマ、うん、ユーマ推しとる、うん、いい、ちょうどその推しがちょっと関わってくるような企画にはなってるので、うん、ぜひ皆さんも楽しみにしてもらえればなと思います。はい、2人のチャンネル概要欄に貼っとくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次の人へゴー。はい、ということで、はい、次はニンナニンのとこに来ました。イエーイ。いや、1ヶ月に1回会えるとは。月1ね。いや、暑いな、これは。月1やってます。あの、ニナニからは、うん、あの、ゴディバのね、あ、そう、手作り風入れ物でもらったんですけど、うん、あの、今回僕からは、あら、こちらキャラメルのカップケーキを手作りしました。え、待って、マジっすか。はい、これをお返ししたいと思います。手作り、まさかの。幸せです。え、ありがとうございます。いいね。うわ、ちょっと待って、嬉しすぎる。え、手作りもらえんの。手作り、まあその企画でみんなで作ったんだけど、うんうん、推しから、推しから、推しからっていうか、まあ、あ、つか、あれでしたよ、この間歩いてたらレイのあれをバッグにつけて歩いてる子いましたよ。マジで。いました、いました。ええー。見まして、嬉しい。うん、いや、私も手渡しでもらったよって言って。感じ悪いんだよな。めちゃめちゃ感じ悪い。いや、めちゃめちゃ嬉しい。ちょっとありがとうございます、うん、みんなで作っていただいて。そうそう、まあ今食べるか食べないかは任せる。え、食べたい。あ、本当？いいんですか。そのスプーンとかもあるから。あら、え、じゃあいただきます。はい、いただいて。え、マジで嬉しい、ありがとうございます。おらおらおら、いただきます。はい。え、めっちゃうまい。マジで。うん。え、これマジでこの後が作ったんですか。マジでこの後作った。この後この味出せんの。出せんだよな。マジかよ。一応さすがだな。まあ、あのセーラーにも手伝ってもらったんだけど。え、めちゃめちゃインスタ見てます。あ、ほんと。うん、うわ、嬉しい。1ヶ月ぶりじゃんか、うん、で、何の話してやろうかなと思ってここまで来たんだけど、うん、思い浮かばなくて。その変なこと話してもあれだしさ、プライベートのことも話せないからさ、動画用になんか面白いのってなったら、もう頭ガチガチになっちゃって。ああ、そうそう、行き詰まっちゃったね。いや、でも知ってるよ、私さっきインスタライブしてたの。保育士がどうのこうの言ってたじゃない。あ、そうそう、あの、あ、そうだ、じゃあその話ちょっとするか。あ、しましょうよ。俺の中で保育士っていう職業の方はエロいっていう風になってんのよ。あ、めちゃめちゃわかりますよ。あ、わかる。わかる。それ世間の周知というかさ、うんうん、世間的にもう知れ渡ってる情報なんかな。いや、情報っていうか偏見みたいな感じですよ。偏見なんだ。え、実際エロいんすかね。いや、そう、そこなのよ。それもわかんないからさ、うん、いや、でも保育士と看護師はエロいイメージありますね、なんか。それなんか理屈みたいなあんの、うん。え、でも言ってしまえば一番モテる職業じゃないですか。なんか、なんだかの保育士とか看護師って。そうか。どの職業モテると思います。じゃあ逆に FCA。 あー、確かにな。でも私保育士だと思いますね。本当。うん、なんかだからこう愛想もいいイメージあるから、うん、この言い寄られやすいみたいな、男から。みたいなイメージあるの、勝手に。あ、保育士に。うん、あ、本当。ってことはエロいんかなみたいな。エロいんかな。いや、まあそんな突き止めたいわけじゃないんだけど。うん、保育士の話してるな、この人って思ってました。こちとら。うん、ちなみにちゃんと裏垢から見てました。表じゃなくて裏の方で。なんで表で入んないの。いや、なんか、なんかさ、相互だったら誰が入ったとか分かる。分かる分かる。そう、それが嫌で。なんでそのウェーブを送るよ俺。いや、もうそんなん、もう申し訳ない、自分なんか。なんでだよ。いや、俺もさ、うん、要はそういうことを考えるわけ。うんうんうん。あの有名人の人のインスタライブやってる時に、はいはい、あんま俺入んない方がいいなとか考えたりするのよ、うん、けどどういうインスタライブなのか見たい。そう、けど裏垢ないからさ。あ、そうなんだ。サブアカとユータのメインアカしかないから、うん、どっちで入ってもさ、こう目立っちゃうけど。確かにな。うわ、それきついっすね。きついっすよ。うわ、こっち裏アカも 2,3 個あるからな。なんで 2,3 個あんの。もう全部から入れる。それは意味ないだろ、3個持ってんの。使い分けてんの。
使い分けてます。東京の友達を地元の友達を、違う違う、閲覧アカウントとフォロワーゼロのね、うん、芸能人だけ見るアカウントと、うん、仲いい友達、うん、50人ぐらいのアカウント、リアルなやつね。そう、リアルなやつ。そう、女の子って閲覧アカウント作るよね。あ、めちゃめちゃ作りますよ。いいねしてくれたさ、うん、ファンの子とかこう見てくとさ、うん、そのアイコンなしで、うんうん、フォロー200、フォロワー0みたいな。そう、まさに私もそういう感じです。へえ。300人ぐらいフォローして、その中にユータも入ってんのかじゃあ、じゃあそのニナニのメインのアカウントと、うん、信頼してる友達と閲覧アカウント3つをこう周回してるってこともあります。そうですそうです。あ、あと1個もう1個あって、うん、外国人になりすましたアカウントもあります。なんで？いや趣味？いや全然、絶対に日本人ってわからないようにプロフィール文とかもわざと英語にして、そのアカウントで時々人を見たりします。ちょ、怖くないですか？何のさ使い分けなの、閲覧アカウントとは。いや、そのもうほぼ一緒ですけどさ、うん、こういう仕事をしてたらさ、うん、あの分かるのよ、まあ裏のアカウント作るっていうのは、うんはいはい、たまにその一般の子、うん、2個作ったりするじゃん。あ、作りますね。それ何？それもなんていうんですかね、やっぱこう仲いい人だけと本若っていう、その別にヨットモぐらいの人とでやっぱ使い分けたいんじゃないですか。ヨットモには見せれない自分がいるってこと？もっとプライベートな具体的な、例えばちょっと病んじゃったりとかした時に、その気持ちをストーリーに連ねたいとかもいるっぽくて。なるほどね。そうそうそう。でそれをさらけ出せる友達だけを抽出したアカウント。そっかそっか。それをだから要はメインのアカウントでやると、うん、聞かせたがりみたいな、そうそうそう、見せたがりみたいになっちゃうから。そうそうそう。あ、そういうのがあるの。ありますよ今は。なんか女の子の思考だねめっちゃ。うん、ないっすよね男の子あんまさに。一瞬で今解決したわ、そういう意味か、うん、そういうことですよ。あ、てか誕生日おめでとうございます。あ、ありがとう、うん、25になりました。一番いい年やん。いや、どういうこと？さらにモテるやん。ライバル増えるな。え、25ってモテんの？一番モテますよ。あ、本当？男の人はアラサーが一番モテる気がします。うん、27とか、うん、一番いいんだ、うん、はあ。え、ニナに今 23?24 だから1個差ですよね。アラサーモテんだね。あ、じゃあちょっとワクワクするわ。うん、まあ来年のバレンタインはアラサーのバレンタインだからさ。あ、そうですよね。そう、ニナニがガチで、うん、そのニナニの方から連絡してくるぐらい、あ、そのいい男になれるように頑張るわ。いや、もうそんな、でももうおこがましくてできない。いやいや、なんでだよ。手作りチョコ私行きますよ。あ、手作りチョコなんだ次は。はい、もう手で溶かして。やめてそれ。その風の時期だから2月。一番怖い時期だ。そうですね、恐ろしい。ちょっと頑張るわ、うん、1年間頑張ってください。これがホワイトデーでした。マジで美味しかった、ありがとうございます。嬉しい。ニナニでした。はいはい、ということで僕の家にカスちゃんが来てくれてます。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。僕の方の魔境にね来ていただきました。いや、マジ落ち着く空間だね。最初でもびっくりしたっすよね、そのうん、そのマンションの見栄えとしては、うん、やっぱコムドットが住むような感じではなかったから、あれみたいな。お給料もらってるかなとは思った。お前も言ってたやつだね。うん、そうそう。お給料もらってるか。もらってんのかなとは思ったけど。確認してくるんですよ、カスちゃん。でもめっちゃ広い。広いっすよね。うん、その家自体はめっちゃいいんですよ。めっちゃいい。セキュリティ問題が甘すぎる。甘いね、まずいよね。ということで今日はホワイトデー企画という。やったー、はい、持ってきたんですけど。はい。僕ちゃんね、なんとホワイトデー作る当日に風邪をひいてしまいまして。ね、あ、確かにそうだ。だから僕はチョコ作りに参加してないです。え、どういうこと？ケーキ作りをしたんですけど、みんなで。はいはい。で、それをみんなでそれぞれ自分がいただいた人のところに持っていこうみたいな。うん。で、そこに、うん、僕がいなかったってことで、僕が全く関係ないカップケーキを今から渡したいと思います。え、じゃあユーマが一人で作ってくれたの？カップケーキはあのみんなが作ったやつをカスちゃんに渡すよ。あ、ちょっ嘘。え、じゃあユーマからじゃないじゃん。そうです、みんなからのやつを、あの、ただ配達人みたいなやつ。ウーバーイーツってこと？そうです、僕ウーバー。マジか。で、それだとさすがに僕もさすがに気持ちを込めたかったのはあったんで、ぜひお願いしたい。さすがにやべえと思って、うん、ホワイトデーにちなんだものを作ってきました。いいんですか、そんなカップケーキだけでも嬉しいです、はい、でなんで僕の家かっていうことですよね、やっぱ。ああ、確かに。僕ん家で料理をしてきました。してきたっていうか、してました、さっきまで。あ、そうなの？そう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 。私、お昼食べてきてないです、今日。ああ、よかったよかった。あぶねえ。ご飯から食べた方がいいっすよね。どうですか？あ、そうだね。いただき、うん、きたい。じゃあご飯、いただきます。渾身の料理。いや、ちょっとこれ恥ずかしいな。得意って聞いてますからね。いや、まあでも、料理歴半年ぐらいです。
いいな、料理できる人。すごっ。え、ちょっと、あ、見ない方がいいか。見に行っちゃいそうになる。大変お待たせいたしました。うわー、うわー、こちら。うえー、ホワイトクリームパスタです。おいしそう。あ、え、めっちゃいい匂いする。一応取っといてもいいですか。うん、取ろう。ペンペペペンペンペン。あと3枚しかないからもうここで使い切っちゃおう。じゃ持って。はい、チーズ。え、あとで見返した時さ、付き合ってるみたいなんだ。じゃあちょっとさ、ツーショット撮ってよ。イエーイ。え、鮭入ってない？入ってます。え、おしゃれ。鮭、ほうれん草、きのこ。きのこめっちゃ好き。ありがとう。いただきます。おお、緊張すんな。すごい。そうなんすかね。え、なかなかないじゃん、ゆうまの手料理食べる機会なんて。ないっすね。ないよね。うわ、いただきます。はい。うん、まい。店を出そう。マジですか？ガチで。そんなにうまいですか？え、味バッチし。おお、よかったよかった。しかも、あの普通の麺よりこの平べったいやつ、うん、めっちゃ好き私。これポイントでした。クリームパスタだったらこれじゃないかなっていう。そうなの？なんか合いそうじゃないですか。めっちゃうまい。で、これあの天才じゃん。コンビニのなんだっけな、ファミマにほぼ一緒のやつがあるんですよ。え、マジでチンするだけのやつ。同じ味ができたと思って。これすげえと思って。マジでうまい。売り物かと思う。さっき味見した時、自分でも、うん、おお、本当に天才なんだけど。なかなかうまいじゃないなと思ったの。うん、ちょっと自信持って待ってました。さすがにいい感じだなと思って。普段こんなんばっか食べてんの？僕作ってますよ。ええー、めっちゃいい生活してんじゃん。え、今日は余ったらちょうだいよ。あ、持ってきます。めっちゃ遠いのに。近所みたいな、田舎の近所みたいな。でもこんなちゃんとなんか分量測ってとかやんないです。あ、ちゃんと測ってくれたんだ。今回はダッチの皆様なんで、さすがにちゃんと測ったんですけど。これモテるんちゃう？モテちゃうんちゃいます？うん。で、どうだった？料理動画出て結構経つけど、反響の方は。あれから1ヶ月ぐらい経ってるわけじゃん。はい。どうなの？何も変わんねえっすね。何も変わんねえっすよ。悲しすぎるよ。あの、DM まだ見せれます。まだまだ見せれます。まだ、まだ来てないか。え、料理男子マジね、貴重だと思うわ。え、マジっすか？うん。そんないないんですか？いないよ。だし需要も高いと思う。うちの今ダメですか？ダメですかね。もう無理ですよ。僕出すもんないっすよ。曲も出して、料理頑張って。こんなに頑張ってるのに。まつげが長いです。まつげ長いでしょ？はい、うちの今まつげが長いです。いいポイントでしょ？はい。おかしいな。背が高い。背高いでしょ？結構いい素材が揃ってる。マジでスペック高いよ。スペック高いよね。うん。でもね、多分コミュ障なのかな。いや、でもそこは関係ないか。マジ関係ないじゃん、その、うん、見てる人には、うん、スペックから入るじゃん、最初って、うん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 、なんで、もう俺、上げられるさ、その、なんか助かしちゃってるんですよ、その自分の中での、そのバロメーターみたいな。もう上げられたことないんですよ。おもろいですね。いや、全部食べなくてもいいですよ。いや、ペロッといける。お、いけちゃいます？いいの食べちゃって、逆に。全然全然。あ、てか、カスちゃんが前回、うん、宮古島とか行きたいね、みたいなみんなで話したじゃないですか。うん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 。実は、あの、乙部と僕、行ってきまして。あ、家族と行ってたやつ？そうです。え、それなんで宮古島にしたのかな。やっぱ下見が必要かなって。カスちゃんが行きたいって言ってたから。行ったよね。うん、家族連れて下見行こうかなと、うん、めちゃくちゃいい宿見つけました。うん、やばい、やばいよね。やべえんですよ。え、そこにじゃあ行こうかなみたいな感じ。はい、2回目も行けたらいいなっていうところを探したんで、ちょっと映像見ますか。うん、いいね、助かる。あ、じゃあ本当に行く気はあるんだ。行く気はあります。うん、それだけでありがたいわ。でも悔しいっすよね。前回からどれぐらい仲良くなれてるかって言って、あってはないって。マジでそう、マジでそう。クラゲだよね。リリースした時に連絡したぐらいだよね。はい、していただいて。ドラえもんの主題歌にした方がいい。うん、それ言ってくれて。ぴったしじゃない？ぴったしですか？うん。マジでお願いします。頼んだって。無理じゃない。でも結構そっち系ですよね。うん。いいな、宮古島。行っちゃったー。楽しかった？船、船じゃなくて、カヤックとかやったり。めっちゃ楽しんでるやん。え、下見とか行って。え、もう2回目感動できないやん、それ。いや、できます、できます。あと、星空ナイトフォトとか撮って。え、めっちゃやってるやん。え、もう思い出作りきってるやん。でね、あの、カラオケ、カラオケとかあって、その、宿に。外で歌えるカラオケみたいな。えぇ、で、僕歌ってました、こうやって。
え、じゃあ宮古島やめよ。あれみんなで最初のみんなで初見がいい、感動を味わいたいみたいな、うん、じゃあ宮古島はボツで。でも南の国がいい。南の国ね、なんかないかな、なんかだから宮古島じゃない方の島なんだっけあれ。あ、石垣とかいいじゃん。僕まだマングローブ見たことないんで、あの森林のやつか。そうそうそう、あれ見たいの。あれめっちゃ見たいです。じゃあそれはユーマが行ってきてもらって、こちらはバーベキューする。あー、わかりました。よかれと思っていたんですけどね。悪気がないなら許すよ。うん、悪気は全くなかったです。ごちそうさまです。イエーイ、美味しかったです。いや、よかったです。ペロリです。いや、嬉しいです。話してる間にペロリと食べていただけると。うまい、マジうまかったな。話した話した話した。すいませんね、こちらこそ。うわ、シェフやん。シェフです。あんま把握できない。しっかり。じゃあ4人がせっせこ作ってくれたのかな。はい、4人が、いや4人とセイラが。ああ、はい、セイラ主導のもと、はいはいはい、みんなで作っていただいたやつを。ありがとうございます。僕が渡しに来ました。ありがとう、バレンタインチョコありがとうございました。こちらこそ。これホワイトデーチョコでございます。適当。ありがとうございます。はい、え、すごい、カップケーキですね。マフィンみたいな。うん、マフィンみたいな。いいんですか、食べてここで。はい、もちろん。どんな気持ちで見てんのそれは。ずっと食べてるとこ見てるやつ。すごい、めっちゃいい匂い。いや、やっぱいいね、手作りは。え、めっちゃいい匂い。あ、俺も嗅ぎたいです。ちょっと俺も嗅ぎたいです。うん、うまそうね。おー、え、食べてないの。俺まだ食べてないです。え、食べなよ。いただきます。いただきます。いただいちゃってください。うまっ。おー、さすが。おいしい。おいしいってよ。おしゃれな味がします。みんな、セラありがとう。誰この人。誰、これ誰なんだろう。このおじさん誰。僕誰。俺ずっと食べるの見守ってくれた。見守りおじさんみたいになって。いや、いいね、この甘さがちょうどいい。うん、甘すぎず、いくらでもいけちゃうみたいな、うん、お味ですか。うん、食べないの。あ、じゃあ僕もいただいてもいいですか。うん、マジでうまい。いただきます。うまっ。紅茶飲みたい。あー、確かにおしゃれだよね。おしゃれ、マジでおしゃれな味する。紅茶が合うわ、これ。みんなうまいよ、ほんとに。うまい、みんな、ありがとう。ありがとう。てか、カシャン菌のあれですよね、 CDF のお話が来ましたよね。実は、出させていただくことに。お邪魔します。ありがとうございます。一緒に出るの、マジ楽しみ。な、何のステージに出られるんですか。歌います。うーん、アーティストステージ。はい、おお、楽しみ。やばい、新曲出たんでね。そうですね、アクションですよ。うん、これをもしかしたら歌うかも、わかんない。どうなんだろう。まだ発表できないですよね。あ、歌うのかな。ね、まあ今んとこ2曲しかないんで、どっちかになると思うんですけど。誰かと一緒に歌えるのいいな。はい、あ、でも僕たちも今年5人で歌うんで。なるほどね。一緒に誰かと歌うの楽しみです。楽しみ。一人結構悲しいんですよ。悲しいっていうか、どうしたらいいかみたいな。え、でも、あの初ステージが CDF だったんでしょ、歌の。あ、そうそうそう。マジで、すごかったよ。おお。もう、え、何年目って感じの貫禄出てた。マジですか。なんかもう盛り上げ方もちゃんとしてたし、うん、カンコレで、アオラブで歌わせていただいたことがあるんだけど、はいはいはい、あれ、京セラドームで、うんうん、まあ、めっちゃ会場でかいじゃん、うん、で花道通って、めっちゃ音がさ、こう反響しますよね。反響して、うん、こう耳で聞いてるのと、うん、体にこう、そう、来るやつ、来る音がめちゃめちゃずれちゃうから、うん、初めての人ってもうどっちに合わせていいかわかんないみたいな感じでずれちゃうらしいので、めっちゃ大変だったから心配してたわけ、うん、勝手に大丈夫かな、今って音めっちゃずれるけど大丈夫かなと思ったら全くずれてなくて、え、すごいこの人って。ああ、嬉しい。思って見てた。でも仲良くなかったからまだ。あれ、なんか最後あったっすよね、CD あった。そう、終わりにみんな挨拶みたいなのがあった時に、ちょこちょこ写真撮るみたいな。でもその時も喋ってたよね、一言も喋ってた。ね、だよね。その時はそう、ユーマと全く喋れない時期だったから、うん、お疲れ様です、うん、お疲れ様です、以上で、みんなで写真撮って終わりみたいな。バイバイ。薄いよな。だから今年はね、結構状況が変わってるわけだから、はい、いや、すごいね。うん、ありがたい、ありがたいお話ですよ。このだからバレンタイン企画なかったら同じ感じだったかもしれない。え、多分そうだよ。そうっすよ。ありがとね、機会作ってくれて。いや、よかった、その受け入れてくれて、受け入れていただいたおかげですね。カスちゃんが受け入れてくれなかったらこうはなってない。え、いい回、いい回になりました。多分動画で映ってるところだけだとバレンタイン
チョコを作って食べて、うん、でホワイトデーでだと思うんだけど、うん、実はあのバレンタインチョコを作った後にそうめんパーティーをしたんだよね。そうですね。そこでまた仲が深まってますから、うんうんうん、動画内だけじゃない交流もね、うん、あったしましたね。うん、かすちゃんとこの機会で仲良くなれて、うん、とても嬉しいです。これ本当に思ってますよ。締めの言葉これ締めの言葉バレたこの機会にね仲良くなれたんで、うん、今後とも仲良くしていただけたら嬉しいです。はい、こちらこそよろしくお願いします。ということで次の人へレッツゴー。ワンちゃんがちょっと待って、ちょっと待って、こうやってってやったらなんか今から撮るよ。撮るよ。あれ、はい、ということでね、アムちゃん2組目なんですけども、5はどこでしょうか。今回はね、バレンタインでね、サオリンとね、エアちゃんからもらったんですけども、今回は、クレマグハウスじゃないんですけども、見たことある方は、ごとおおおお今、あっちゃん喋ってるかどいね。そうだもんね、1回会ったもんね、俺。ということでね、ここはね、クレマグのウランちゃん家です。はい、この撮影日はね、あのエアちゃんね、ちょっと出れないということでね、ウランちゃんからね、バレンタインをね、実はいただいていたのでね、そのお返しもね、していきたいなと思います。ということでね、登場していただきましょう。じゃあ行くぞ。ウランちゃんです。はいはい、こんにちは。うわー、先生お邪魔します。いやいや、ちょっとエアちゃんは耳の方が不調で、あ、耳だ。そう、もう治るまで休んどきなって。あ、そこはもうしっかりと。いや、すいません、ちょっとこのタイミングなんですけども、はい、ホワイトデーが来てしまったので。そうだよね。お返ししたいなと思いまして。はい、もう私が責任を持ってエアちゃんに渡しに行くので。あー、もうぜひ、もうしっかり3人分作ってきたので。え、作ったの？あ、はい、実はこれ、あの、手作りなんですに、ね、頑張ったんじゃじょー。ポポちゃん覚えてる俺のこと？ちょっと忘れちゃったかも。ちょっと怖がられてるね。忘れちゃったかも。やばいね。結構ヤマトの顔は見慣れてんだけどね。あ、そうなんだ。いつもここにあるから。あ、そっか。まあ、ということでね、早速渡してもいいですか。はい、やったー、作ってきましたよ。じゃあ、これあげます。あ、ありがとうございます。はい。え、すごい、はい、これ13人分。カップケーキじゃん。はい、キャラメルのカップケーキになります。えー、はい、カップケーキ返しだね。あ、そうっすね。そうっすね。エアもカップケーキ作ってて、はい、いただきます。はい、よいしょ。うん、お、うん、うん、おいしいっすか。うん、嬉しい。私初めてホワイトデーもらいました、はい、いろんな人にあげたんだけど、はい、そう、一番乗りで帰ってきた。よっしゃ、ありがとうございます。でもちょっと一つ謎なことが一個あって、今回エアが出れないんでウランちゃん撮影行けますかって来て、全然行けたんですけど、なんかあさみさん行けますかみたいな聞いてくれてて、でもあさみは今回ちょっと予定合わなくて来れなかったんだけど、はい、あさみがポロッとあれみたいな、うちあっちゃんにあげたっけって。あさみからはマジもらってない。あさみからはもらってない。もらってないよね。うん、全くもらってない。そう、もらってないけど、だから、あ、うん、違う、もうあさみ自体がもうプレゼントだから、うん、それにお返ししたいんだよって言っときました。ううもう会えることがバレンタインですから。そう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 、そうだよって言っといた、はい、いや、まあ、もうなんか逆に2人からもあったから、あー、車で全員からもらったみたいな感じになっちゃって。あ、そういうことだよ。そう、そうそうそう、あの、ご結婚されたじゃないですか。はい。結婚してからこういうバレンタインとかホワイトデーとかやったりするんですか。逆にポコが生まれてからの方が多いかも。おお。なんかそういうイベントはさ、はい、なんかやってあげたいかなって思うから。あ、そうそう。あと初節句、あの、ひな祭りとか、はいはい、もう全部やってあげる。おお。あと100日祝いとか。おお、すごい、素敵すぎる。全部やるね。え、じゃあもう基本的にはお仕事が帰ってきたらすぐこの家で3人でって感じですか。そう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 。あ、でもママが来てたりとか。おー。だからうちが地方とか行くときは来てもらったりして、はい、あ、はいはい。でもやっぱ結構大変っすか。まあでもうちはもう周りに助けてもらいすぎてるから、逆にもう初へ行くのが息抜きみたいな。あー、めっちゃいいじゃないですか。そうそうそう。から、まあ、お家で見ててもらってる分、普通だったらちょっと今日はランチ行ってくるねみたいな感じが、撮影行ってくるねと一緒みたいな感じ。最高じゃないですか。だからもう本当に会えない時は2週間ぐらい、朝寝てる時に行ってきますって言って朝日が送ってくれた写真とか動画見て、だからこの間も仕事行ってる間にやばいうーちゃんみたいな LINE 来て、靴履かせて今まで歩かなかったの、慣れてなくて、そしたら急に歩き出したって言って30分ぐらい散歩したよって。えー、だったんですか。そう、うわ、ね、すごいね。だから玄関にさらに来て、うわ、かわいいと思って。そう、だから歩けるようになったから、あの、散歩デートできるよ。マジ。えー、ね、
マジ一緒にしてくれる？お散歩動画で撮れるよね。え、なんか何回か声出してくれる？うん、めっちゃ喋る。結構喋れる、うん、パパはもうパパとして認識して呼べる。だから例えばこれパパにあげてきてって言ったらパッ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 って言って、うん、うわあとちょっとも言えるよね。でも一番最初に名前呼んだのトトだった。パパでもママでもなく、パパママじゃなくて超えてきたんだ。そう、トト。まあでもうちらが喧嘩しなくていいよねっていう。あ、なるほど。あるじゃん、パパママ論争、うん、パパって呼んだのが最初みたいな。確かに。そこがうちらは喧嘩する原因になりそうだったけど、一番最初にトトって言ってくれた。平和だ。ありがとう。うん、おわ、じゃあいずれは呼んでくれたりするのかな。なんて呼ぶんだろうね。アムとか。あ、アムありよね。かわいい。え、勘違いしちゃう。勘違いしちゃうよ、俺そういうの。勘違いしちゃって、はい、モテてくるですか。あ、あとさ、一つあっちゃんに言いたいことある。何ですか。あの、今こうやって普通に喋ってるじゃないですか、皆さん、ね、見てね、うん、もう LINE が業務連絡すぎて怖い。なんか、え、俺の普通に、うらちゃん今度何月何日撮影行けますか、うん、とか、うん、なんかそのフランクな感じだったらいいのに、うん、自分からお願いしてるから、ここ丁寧に行かないとなと思って。いや、なんだけど、うらちゃんと撮らせていただくことは可能でしょうか。なんかうち、企業の人と LINE してんのかなって一瞬思ったぐらい。いや、なんかもう、あの、無理言ってお願いしてるんで、これ。いや、だとしても、もうちょっと普通に全然、うん、フランクでいいのになって思った。あ、なるほど、ちょっと気使いすぎちゃったかな。じゃあうちもどう返したらいいか分かんないから、なんか了解です、大丈夫ですみたいな。めっちゃ硬い、なんかもう初々しくなってるになってて、でもまあその後は大丈夫だよとかって言ったけど、うん、あと誕生日の LINE ありがとう。あ、そうそうそう。そう、お誕生日おめでとうございます。あっちゃんから来ました。そう、誰だっけあれ。ちょっともう12時過ぎてすぐくれました。そうそうそう、めっちゃ早かったと思う。早っと思って。え、まあ、ということでね、はい、ちょっと急遽ね、ウランちゃんに、はい、出てもらったんですけども、バレンタインありがとうございました。いや、こちらこそお返しありがとうございます、はい、ちょっとまたコムドットで早くコラボしたいですね。そうだね、一緒にクレマグと8人で、うん、はい、ということでね、僕のね、はい、ホワイトデーはウランちゃんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。はい、ということでホワイトデーです。イエーイ。来ました。いやー、ちょっと待ちわびてました。あ、待ちわびてた、はい、いや、前回バレンタインの企画でタバコ、あ、そうですね、まあ、タバコではないけど、ではないですけどね、もらってなんて言ったらいいの、あれはトッポタバコ。いや、そうですね、言うなればトッポホワイトチョコタバコ。あー、言うなればそうです。俺を付き、はい、をあのいただいたんですけど、美味しく食べさせていただいて、 ありがとうございます。ちょっとあのタバコをユーマもするということで、ユーマもちょっと一本。あー、よかったですよかった。お、タバコじゃないですか。めっちゃ注げる。ちゃんとやって、美味しいですねみたいな感じでやってたから、大好評。いや、良かったです、本当に。コメント欄でも、あ、本当ですか、すごいみたいな、イケてるセンスみたいな、あ、どうぞ、めっちゃ来てて。てか、大人気だよね。いや、やめてください、なんですか、急に。え、じゃあマジで。いや、本当に、いや、俺もさ、いや、もちろん人気なのは知ってて、動画も見てるから、その動画のコメント欄とかも見ちゃうじゃん、うん、YouTuber だからさ、ね、人のコメント欄とかも見ちゃってて、うんうん、あ、人気なんだ、やっぱりって思いつつ、やっぱ俺らの動画に出てきた時に、うん、俺らのコメント欄にめっちゃ来てたから、うん、本当ですか。あ、勢いだと思った。勢いだって。勢いあるね。まあ勢いあります。あるよね。ごめんなさい。いや、なんかそのこの俺らのコメント欄で俺らが一応見てるからさ、より感じたね。嬉しいな、このリリの勢いを。いや、なんか X でもつぶえてくださったね。あ、そうそうそう、ドライブ動画が良かったと。てかね、本当に動画面白すぎて、で、俺リアルその嘘って思うじゃん、こういうのって、はい、ガチで思わない。しかも動画の投稿頻度がさ、あ、そうです、ガンガン出すわけじゃないじゃん、9日前とか。だから1週間に1本あげれば、よくやったよくやった。そうそうそう、めちゃめちゃ長くもないじゃん。そうですね、だから俺ほんと全部見てんの。最近の動画とか嬉しいな。ヒヨゴンちゃんとのコラボとか、簡単っすのやつ、簡単案件まで。そうだ、あれ、あれってさ、本当に簡単っすだけであんな美味しそうなの。あれ本当に簡単っすだけであの美味しそうなんですよ。本当にちょっとみんな気になるだろう。いや、あれ俺本当にさ感銘受けちゃって。いや、買った方がいいっすよ。いや、買おうかなと思って。いや、本当に買った方がいいっすよ。だからあれ素晴らしい案件動画だなと思って見たの。買いたくなりました。なった、マジでなった。で、あの挿絵でさ、あのこのみちゃんがでっかいやつで、あと少しですよ。こんな使ってんの。そうです、あれもうちら本当に使ってたから、うん、どうしても挿絵を入れたいみたいな。なるほど、もともと入れないですから、うちら。そうです、そうだよね、挿絵なんて。だから珍しいと思って、雑な挿絵をしたと思って。そう、一部撮ったであろう、本当に簡単さ使ってますよっていう。いや、だからそんぐらいこう見てるし、勢いも感じてて、で、今日はまあ逆に男のターンということで持ってきました。いや、私ホワイトでちゃんともらったことないかもしれないですね。あ、マジ、うん、あ、じゃあ、じゃあもう渡していい、よそ行っていいですか。うん、
土地なんだと思った俺らのことさっき俺紙袋持ってロゼってえ、なんか書類あそこにそういうことねそういうことねそうそうそうあ土地だと思って、まあ、どういうやつらだと思ってるの俺らのことコムドットですからあそういうそんな風に見えてんだコムドットっていやまあじゃあちょっとその期待には添えないがそうですけど手作りですそうですよね、うん、今実は見ましたあ見た見ちゃった、はい、見ちゃいましたよじゃあもう渡すか気になって見ちゃいましたじゃあ味が気になるって感じ、はい、どっちかというとねじゃあ渡しますえかわいいカップケーキですよね知ってるんですよね知っちゃってんだよねカップケーキですよねじゃあありがとうこちらこそありがとうございます、はい、やばい私メンズの手作りホワイトデーマジ初めて、うん、けどね美味しいのあなんかその味覚が合えばいいんだけどいやいやありがたいですねこんな贅沢なことはない初めてのうん、男メンズからの男あ男からの手作りホワイトデーは、うん、コムドットああそうかちょっと自慢できちゃうなぁいただきますよどういう気分ですかなんかやっぱさその揚げる側の緊張感ってあるじゃん、はいはいはい、ありますね食べて、うん、本当に美味しいって思ったから、はいはいはい、割とこう自信満々なんかその不安みたいななく来てる、 なく来てる味覚合えばいいなあいいですね、うん、じゃあいただきますどうぞおいしい、 しいそりゃおいしいですねよかった、うん、まあ一応セーラーも手伝ってくれてるからそうですね、分量とかめちゃくちゃおいしいです間違わないよね、うん、だからカップケーキ久々食べましたなかなか食べないうん、マジおいしいですいやよかったわ嬉しいな、やっぱなんかいや青春イブですよ、こちらからしてもいや、いいよね、うん、やっぱこの20代半ばあたりに来て、うん、本当にバレンタインホワイトデーにこう関われるそうですよなんかなくない普通ないです、ないですもう動画撮ってなかったらやらないじゃん、うん、今年は寂しいんだろうなと思ってましたじゃん、やっぱいいねいいこれいいっすこれいいよ感謝しますいやいいよいいよって言ってくれたからいやいやいやこうなってるからこちらからしたらありがたいですけど、うん、いやなんかコメント欄で、うん、ヒュガリリいや、うん、ヒュガリリって思ってヒュガリリヒュガリリかと思ってあの憧れだったの私あーそうなに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 めっちゃ憧れだったはいはいはい嬉しかったっすねいやだからそれは俺も憧れてんの、ね、俺もなかなかやっぱそのメンバーの中だとさうんうんあーまあまあそっかそっかゆためいとかうん有名ですねそうそのなんか有名どころがあるじゃん、うん、うんうんでそこにやっぱのめり込めてない、うん俺はのめり込めてないぜだったののめり込めてないぜ意外にそうなんだそうなんだ一世風靡します一世風靡できるようになんかこの動画だけじゃ、うん、そのバレンタインとホワイトデーだけじゃ、うんうんね、一世風靡多分しきれないから確かに確かにまあうちのチャンネルでもそちら側のチャンネルでも確かに確かに子ちゃんでもあーやすやすやす、うん、何でも呼んでくれたら行くしなんかうちら多分、うん、ゆためとか、うん、そういうのだとなんていうんですか甘酸っぱい感じ甘酸っぱいで多分みんなキャーってなるじゃないですか、うん、多分本当にこれいい意味でなんですけど多分ヒューガ君はその甘酸っぱいのとかじゃ無理、うん、もっとなんかもうドロドロ生々しいのとかドロドロはいじゃないと多分みんなキャーってならない、うん、なるほどねしてあのうちらドロドロ OK あドロドロ OK ドロドロ対応してるんであなるほどね、はい、あのディープキスまでいけますあ動画で行きすぎてるなそれは俺このチャンネルで女の子がディープキスって言ったの多分初めてよリアルにやばいねやばいあそうかそう多分そこまでしないとやっぱ一斉風靡本気で一斉風靡するってなったらやっぱそこまで考えてますねはいまあドラマみたいなノリでねあそうですそうですまあちょっとえぐい発言ありましたけどじゃあ機会があれば、まあ、ディープキスとまでは行かずとも行かずともなんか楽しい動画が一緒に撮れればと、はい思っております、はい、ちょっとなんかもう意識しちゃってよ、こちらもう今こちらもう意識しちゃっていやおかしいからだって車価格で今まあ2人なわけやん、うんうん、で今の発言は絶対おかしいおかしかった会うのも2回目だしね2回目です一応ちゃんと会うのは2回目です、うん、2、3回目のディープキスがやっぱ一番燃えるディープキスってめちゃめちゃ聞き馴染みないってみんな。いやそのワード知ってはいるだろうけど、このうちのチャンネルで。そっかそっかごめんなさいごめんなさい間違えた間違えた。いや嬉しいわけで久々にそんなワードがポンと飛んできて、いや男の子のファンたちも多分騒いでるよ。関係。来い来いこっちのチャンネルに来いよ。そう言って面白いからマジで。いやーまさかの盛り上がりを感じてびっくりしたんですけれども面食らってるからね俺が。
いや楽しみですね。いや楽しみだね、うん、まあなんかいろいろ春夏秋冬と、はいはいはい、いろんなイベントがあるから、ありますか、一緒になんかできればなと楽しみ思っております。お願いします。でちょっとまあ食べきろうとしたら大変だろうから、はい、持って帰って牛乳と合わせて、あいいですか食べていただいて、ティーもあるんじゃん、あティーもあるんだ、ティーもあります。ということでじゃあまあ今日はありがとう、時間を作ってくれて、ありがとうございました、美味しかったです、ありがとうね。でまだね多分次の人に続いていくので、そうですよ、ね、この動画は前と同様次の人へって感じで、あどっちがいい、こっちがいいですね、こっちがいいじゃあこっちで、こっちで、じゃあ行くよ、それでは次の人へ、はい、はい、ということで JP 君来てくれました、こんにちは、おはようございます、お疲れ様です、お疲れ様です。いや前回の、うん、バレンタインの動画出ていただきまして、うん、まさかの大好評、そうだね、ちょっとね申し訳ない、他の女の子に申し訳ないよ、コメント欄俺ばっかやん、好きだねー、ほんとみんなね、 JP 君の人気がすごくて、そうだよ、やっぱリアコもいるしね、これすごい質問というか教えてほしいことなんですけど、先輩がえぐいぐらい滑った時ってなんか言った方がいいこととかってあるんですかね。じゃあ滑るか死ぬかは そっち次第だから、その俺が滑ることを言って何か言って笑いに変えてよ。いや違う、でその持ってないんで、その JP 君のそのハードな冗談みたいな、ちょっとハード、別にハードじゃないだろそんなに、リアのハードじゃないだろ、リア子いるんだよねみたいな時もちょっと顔こわばってますし、板についてないんだその言葉自体が無理してる感じ出てた、無理してる感じはただやっぱ JP 君面白いみたいなコメントでは溢れてた、あ嬉しいね、でもそれはめちゃめちゃ嬉しいね、さておいてですけど、うん、前の動画が多分2年ぶりの、うん、2年ぶりだね、絡みたかったじゃないですか、うん、この絡みが好きだから見れて嬉しいみたいな、あーそうね、嬉しいね、それは僕的にも嬉しかったし、本当にで、あそういえばあれだよね、 CDF のチケットもあ三3枚、はい、だよね、もうこの動画出てる時あよかったよかったよかった、まだオファー来てないけど大丈夫だよね、まだ準備段階だもんね、チケット売ってるだけでまだ準備段階だもんね、なんすかまだって、え、だからその準備段階だよねまだ、まあそうっすよ、出演者にはもうオファーもし終えて、終えて、やばくないそれ、いや、え、やばくないそれ、ちょっと待ってやばくない俺まだ待ってんだけど何がやばいんすか、ちょやばいっしょ、ちょっとやばい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 、待ってやばいやばい、待ってやばいことにまだ気づいてない何がやばい、 CDF に俺いないのやばいこと気づいてない、いや CDF2024 です、2024、はい、来るのよやっぱ DM で、 JP 君今回は出ますよね、私 CDF 見に行きますとか、あやっぱ嬉しい嬉しい、ここの絡みが久しぶりに出たわけじゃん、はいはい、だからあ JP 君今回は出るんだになっちゃってるよ、あなるほどなるほど、えぐい勘違いが生まれちゃってるってことですよね、ちょでも取りましたよ席、席ちょっとやばいっしょそれ俺見に来る子はじゃあ席探すってこと、いやいないでしょ JP 君だって言ってないでしょ俺 JP 君出ますよみたいなのも言ってないから見に来る子はでも匂わせてんじゃん、なんか俺と絡んで、いやだ匂わせないです、出ないです、おいもう絶対、おい絶対出ない、うわ確定じゃん、出ないの確定じゃん、決まった出ないの決まった、ダブこれはもうコムドットで話したんですけど、うん、JP 君と CDF の話で盛り上がったんよみたいな、うん、で今年どういう感じみたいな、そうねそうねそうね、いやでもあの人は去年あのムーブを取った時点で来年も出れない方が美味しいと思っちゃってるから、もう今年もなしで行こうってそういう感じになりました、だからもう確定ととはね出ないのは、いやまあそうですね、はいえで出たいんすか、いや出たいに決まってるだ、お前さ東京ドームに立てるなんてまず昔の自分からしたら考えられないでしょ、子供の頃から考えられないですね、てか立てることってすごいことじゃん、本当にすごいことで、 YouTuber が立てるって多分 CDF の機会以外ないと思うのよ今後も、まあそうですね、その始球式とかそういうのじゃなくてステージにちゃんと立つみたいな、はいはいはい、ことは多分東京ドームは多分ないから、だって5万の歓声でしょ、はい、あれってどういう体感なの、熱狂を肌で感じるんで、むしゃぶるいとかじゃなくて、うん、物理的に体が震えるんですよ、すごいよねそれ音で、うんうんうん、でまあ一応去年のイベントにそのいろんな、まあ、イベント関係者の方とか、うん、まあいろんなアーティストのライブとかを見てきた人とかを見に来てるわけじゃないですか、その人たちが口を揃えて言ってたのが、うん、この CDF っていうイベントの一番すごいとこは、うん、どの会場どのイベントよりも、うん、歓声の大きさがレベチっていうところだって言ってた、そうなんだすごいね、でこれどういうことかっていうと、うん、他のアーティストの人たちって年齢層様々じゃないか、うんうんうん、うん、CDF って結構若い子たちが来るんで、うん、声がでかいらしいんですよ、なるほど、歓声がめちゃくちゃ黄色いんだ、より黄色いらしくて、そういうことね、
だからその現場にいた人が言うのは、うん、もう声の大きさ他の会場と比べ物にならないぐらい大きいから、なるほどね。それが一発目で、うん、慣れちゃうかもしれないけど、うん、異常値っていうことは分かっておいて、なるほどね、言われましたね。うわいいな。いやでもなんか そういう風に JP 君が言ってくれるのは、うん、受けとか笑いとかなしで嬉しいですやっぱり。うん、はい、俺は悲しいです。でもそのいやでも僕は嬉しいです。そういう風にやっぱクリエイターが憧れるステージっていうのを作りたかったんで、うん、でも僕は悲しいですだから出れないからいや憧れてるだけだからちょっといや後輩に、いやでも俺後輩に憧れてるから今。いやでもそういう風に言ってもらうとやっぱ出てほしいなってなりますよねそういう風に出しますよじゃないんだ、はい、出てほしい、欲しいなって何そのそっちしかいやん。いや出てほしいな。いやまあ一応プロデューサーではある。あ、やっぱ考えないといけないことはたくさんありますよ JP 君も。そこ問題とか、そこももう俺もうそんなやってないじゃん。じゃあもう親戚のはるかと若菜にも俺は出れないかもって言った方がいい。また親戚また来ると思うんだけど、お母さんとかお父さんは知らないから俺がなんかちょっとだけ色違うとかちょっとだけあやと俺って一緒にやってるけどちょっと色違うんだよとか知らないからね。あ、新世代からちょっと漏れてる。そう、それ知らない、気づいてないから。お母さんとか本当に不思議がってるから、順平なんで出れないのみたいな、順平みたいな なってるから家族の中でも。いやそうか、なんかそれ聞くとな、俺もやっぱすごい家族大事なんで。そうだよね。いや出てほしいなとはやっぱ思います。なんか気持ちはどんどん強くなっていきます。出てほしいなってなんなん。いやそっち次第だから出てほしい、本当に一番出てほしい人です。じゃあじゃあ、あの多分一番出たい人です、ね、それだから両思いだから、その出てないの意味わかんないから。いやじゃあ分かりました、現実的な話しましょう。何できますか。それね、それが大事じゃないですかやっぱり、うん、やっぱり大事。じゃあ先にこの CDF のコンセプト伝えると、うん、クリエイターってなんかこう世間からやっぱ遊んでるだけでお金稼ぐとか、うんうん、めちゃくちゃなことしてるってやっぱ印象があんま良くない一面があるから、うん、クリエイターって力を合わせれば東京ドーム建てるんだぜっていうのをかっこよく世の中に見せたいっていう思いで作ったんですよ、うんうん。だから、まあ、例えばバンバンザイが良い花火歌ったりとか、まああやちゃんがランウェイのショーで歩いたりとか、うんうん、ちゃんとステージとして出来栄えがいいものっていうところのクオリティを突き詰めていってるんですね。なるほどね。文化祭によってはいけないというか、あ、まあ、そういうイベントはそういうイベントとして存在していいと思うんですけど、うんうんうん、僕たちはあえてクリエイターがマジガチで一流のステージに挑戦するっていう。なるほどね。ここなんですよ。その上で JP 君がこう何を持ってきてくださるかっていうこのイベントに。ゆうたと漫才か。無理っす。はいや、はいや。ゆうたの時点で無理が出かけたんですけど一応我慢しました。いやだからなんかトークですよね、強みがね。トークをしたいんだけどさ、そのつなぎのトーク。司会とか。司会どうですか。しかも何も司会です、司会進行。ヒューガも忙しいじゃない、いろいろね出なきゃいけないステージとかバタバタしてると思うから。ね、はい、俺もいいよいいよ、司会やるよ。ありだなって思っちゃったっす。2025? もう今年はもうない。諦めすぎてそれ今年はもうないって分かってるから来年の自分に言い聞かせたから。いやいやでもなんかありだなと思ってしまうぐらい、まあ、JP 君がいたらやっぱ盛り上がるし楽しいですから、うん、それ以外ないですか、そのなんか出れるステージ、うん、他のクリエイターはやっぱ報えながらその曲あったりとか。曲、やっぱ曲大事なの。曲も、うん、YouTube だけで出してる曲じゃなくてちゃんとこう、うん、メジャーデビューしてるというか、うん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 、ちゃんとあのサブスクでも聴けるように曲を出してるクリエイターっていうところでも。なるほど。そうそう、逆に歌以外の候補ってないの、なんかそこで披露してほしい何かって。例えばですけど、ほんと例えばですけどバイオリンを1年間ガチで練習して披露するとか。あ、デカ筆習字は誰が見てる。デカ筆習字に言ってないよ俺は。俺のデカ筆習字ね。でも誰のデカ筆習字はもうむずくない。東京ドームでデカ筆習字。確かにむずいか。いやそうな。いやでもそういう風にやっぱアイディアを出していってほしいのと、やっぱ東京ドームならではというか、うんうんうん、東京ドームで俺はこれをやったって言いたい、俺はこれを残したいっていうのが欲しいんですよ。なるほどね、難しいね。確かにそうなると、ってなるとやっぱ、まあ、エスポも曲持ってたりすると、うん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 、でもエスポの歌と俺のデカ筆習字ってさ同じちゃう。はい知らない。俺知らない。はいやったフリフリ。はいえぐい。こいつはフリで、えぐこの人。こいつが足でちょんちょんいやされてる。ねえ悪いヤマトはね。いやそうか、 JP 君からしても2個上の先輩か。
そうだよ、俺からしたら3つ上だけど。そう、今なんか同い年みたいな感じでいじったけど。そうね、ひどいですよ。いや、まあごめんごめん、去年めちゃくちゃ盛り上がってたんで。盛り上がってたの？盛り上がってましたよ。今のとさ、本当に知らないからね、俺。盛り上がってたんだよ、やばいよね。ごめんね、エスパのファンのみんな、嘘だよ。嘘じゃないし。嘘じゃないしね、やばいね。失礼ですわ。で、待って、今回待って、なんかこのずっと CDF の話しちゃってるけどさ、そうそう、そういえば、そうだよね、そうです、今回ははいホワイトデーっていう、ホワイトデーだよね、ちゃんと。あ、本当に手作りしてきたんだよ。手作り、はい。あ、マジで、マジガチで作ってきました。なんで男で手作り同士交換してんだよ。じゃじゃーん、これ何、これはキャラメルの、すごっ、いいの。結構本当にちゃんと作ったんで。え、これ何、メンバーが手作りじゃなくてヤマトが手作り。あ、メンバー全員で。あ、そういうことね。作りました。いただきます。ハッピーホワイトデーですから。美味しい。美味しい。ちゃんと美味しいじゃん。普通に美味しい。普通に美味しい。普通に商品。セイラ監修ではある。ああ、なるほどね。どうなの、セイラちゃんとはさ、仕事の話とかするの？基本的に向こうからの相談が多いですね。僕が見てるっていう感じ。やっぱすごいよね、そこのお兄ちゃんへの信頼度、妹が、はい。俺って逆にあやと仕事の話1ミリもしたことないの。1ミリも相談されたことないし、で俺も相談することがないの、あやに、正直。そうだからすごい、2人はそうやって仕事の話を相談できるの。だから俺はあやとプライベートの話しかしないの、ゴシップとか。あー、なるほど。でも逆にそれがないっす。逆にプライベートの話、この間お父さんが何々したんだよとかそういうのは聞きますけど、なんか誰と誰が何とからしいよみたいな話結構するじゃない。する、俺とあやする。そういう話は別にお互いあんまり興味がない。あ、そうなんだ。よく言われるのよ、あのヤマトセーラー兄弟とコラボしてほしいとか。はいはい、はい、雰囲気似てるとか。はいはい、はい、でも全然全く違う、見てて。確かに JP 君だけ圧倒的にレベルが違いますね。やばいね、それはね。言っちゃったね、それ。いや、それ言っちゃったよね。その似てるとかは、それ言っちゃった。だって全然それは本当に俺は一番言われたくない。俺も気づいてるから。あの中町兄弟と、あの山瀬良兄弟、めっちゃいい感じで、俺だけレベル違う。俺だけまだそこに行けない。JP 君どんな顔するんですか、だって。何、どんな顔。いや、だミラノ行った3人と、ミラノ行ってないメガネじゃないですか。やばいね、圧倒的に。やっぱそこの線じゃないですけど、まああるね、正直あるね。うん、だからそれこそ、だからこの間行ったんですよ。うん、であやちゃんにも現地会って、うんうんうん、一緒になんかコーヒーとか飲んだりしたんですけど、うん、JP 君はみたいな、うん、いや JP いるわけないじゃんみたいな感じで、うん、もうほんと2秒ぐらいで話題も終わって。いや、そうよね。で、まあ俺は一応今回セイラと招待していただいたんで、うん、2人で行ったんですけど、それをやりたいってことですもんね、要は。だそういう仕事も行きたいし、兄弟で呼ばれたい、うん、兄弟で呼ばれたいね。なんか俺最近あのなこなこの結婚、うん、あったじゃないですか、うん、そのおめでとうございます。あれえぐいね、おめでとう、マジで。コウくんが、うん、マジでかっこいいなと思って、うん、かっこよかったね。コウくんって、うん、TGC じゃ、なごみちゃんと一緒に出る時も、うん、まあなごみちゃんの方がステージ多い、うん、みたいな、うん、なんかちょっとひどいこと言われたりするじゃないですか、うん、そうね、 X とかで、うん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 、全然釣り合ってないみたいな、うんうん、なんかそれをコウくんが、うん、ド直球でユーモアで返すのが、うん、そうね、この人人間として上すぎるなみたいな。あ、まあそう、確かにね、それはそうだわ。ムカついて、うん、うるせえお前には到底及ばない女なんだよ、うん、みたいなことを言い返すんじゃなくて、いや俺はもう犬の散歩できるからそれでいいのよとかで返しちゃう、うん、あの余裕、あれ余裕だね、男の余裕っすよね、あれ男の余裕。コウ君は俺と同い年なんだ。あ、そっか、一個上だ。そうそうそう、一個同い年だからすごいなと思う、本当に。面白いっすよね、コウ君って。めちゃくちゃ、あのみんな気づいてないんだけど、コウ君って面白い、めちゃくちゃ面白いですよね。そう、コウ君ってめちゃめちゃ喋り面白いね。そう、これコラボを俺も撮った時に、うん、この人めちゃくちゃ面白い人だっていうのが分かる感じ、うんうんうん、だからまあカップルでいるとどうしてもその、そう、出しきれないよね、出し自分の面白さを、うん、そう思うわ。けどなんかこの間ジュキアの動画出てて、うん、こりゃこの人にはもう誰も何言っても届かないんだろうなって、一番もう完璧な立ち回りしちゃったなって。なるほどね。 JP 君もそうですよね。まあまあまあ、そっちタイプかね、うん、なんかそう、うん、そういう風にその2人でやってて、まあでもなごみちゃんもあやちゃんもすごすぎるから、うん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 、うん、しかもまあモデルのステージとかだから、まあ休んでるとかはまあある話だけど、うんうん、そこをなんかうまくユーモアに変えちゃうっていうのは強いっすよね、マジで。急にありがとうございます、なんか急に。いや俺本当にすごいなと思ってて嬉しいです。ただ CDF にはやばいっしょ、それ難しい話ではあったんですけど、でもなんかこうやりたい、本当に CDF でやりたいこととかあった場合は、うん、そう、要相談ね、はい、本当に相談です。
わかりました。なんか今度ぜひ6人か7人、うん、兄弟か JP 君単体か、うん、そうね、どっちかでちょっとマジ頼むわ、させていただいて本当に。それはちょっと、うん、あの近日ちょっとやりましょうと、たお楽しみにということで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、よかったです。あの JP 君のわじわいのチャンネルと中道兄弟チャンネル、はい、貼っとくのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。マジ酔いだけお願いします。それでは次の人へゴー。はい、ということでえなぴのとこ来ました。イエーイ、来ました。1ヶ月ぶりのこの撮影ということで、はい、そうですね。実はなんですけど、このホワイトデーお返し企画、うん、鳥です。これラストシーンです。マジで、はい、じゃあ何やってもいいって選んでて、どういう感じ、最後なら甘えてもいいのかなって次の人に影響ないなら、あ、まあまあそうね。マジか。今回僕ら手作りしました。見ました。あ、本当ですか。はい、ちょっと見ちゃいました。 ありがとうございます。先にこちらです。あれだ、すごい。ありがとうございます。ハッピーホワイトデー、イエーイ、嬉しい。キャラメルマフィン、そう、キャラメルマフィン、嬉しい。え、今食べる、え、うん、食べる、一口食べる、うん、かじりつくのとかあれだ。ちょっと準備ユタじゃん。準備ユタやだ。準備ユタじゃない。もしかして準備ユタ。準備ユタだよ。マジで。スプーンかフォークか。あ、どっちなんだろう、フォークかな。フォークかい。スプーン探してた。あ、スプーンかな。最初スプーンかなって思ったけど、楽しみだった。これマジで、だってキャラメル混ぜ込んでるマフィンでしょ。そうそう、すごいかわいい、うん、でしょ。うん、いい、食べて、いいよ、食べて。いただきます。うめえから。いただきます。え、うまい。待って、めっちゃ美味しい。マジで超美味しい。いや、よかった。なんかさ、マフィンでキャラメルって手作りであんまりないっていうか。あ、そうなんだ。うん、なんかチョコとか、うん、チョコチップとか、なんかラズベリーとか、ああ、そうね、は作りやすいから、うん、あれだけど、キャラメルのマフィンってあんまないから。ないんだ。うん、めっちゃ美味しい。ヤマトの母ちゃんが直伝だ。そう、レシピを教えてくれて。美味しい。あー、嬉しいわ。綺麗だし。いや、綺麗なの、形もでしょ。うん、なんかもさ、これってシンプルなわけじゃん、うん、言っちゃえば。なんかクリームが乗ってるとかじゃないのに、めっちゃ美味しい。マジ、いや、嬉しいな、そこまで褒めてくれるか。え、美味しい、マジで。しかもさ、甘ったるくない、意外と。あー、そうなんだよね、うん、そうそうそう、めっちゃうまい。わー、牛乳買っときゃよかったな。うわー、牛乳飲めないんだよね。飲めないの。アレルギー。あ、普通に好き嫌い。てみんな言うじゃん、ドーナツとか食べたらさ、うん、牛乳今欲しいわみたいな、うん、毎回共感できなくて悔しい。ミルクティーとかもいけないの。大好き。あー、変わった子だね。変わってないよ、普通だよ。カフェオレとかは、うん、大好き。変わってるよ。変わってない、わかりやすいでしょ。牛乳だけが無理なんだ。うん、牛乳スープとかはいける。ねえよ、そんな。聞かねえよ、牛乳スープなんて。え、あるよ。いや、聞かないよ。いや、ミルクスープみたいなのあるから、牛乳で作るスープ、まあ、ほぼクリームシューで。まあ、シチューだよね、それ。要は牛乳スープって聞いたことねえな。豆乳スープ聞いたことあるでしょ。ない。え、何、いいとこで飯食ってんだ。違うから、作るんだよ、自分で。いい、なんかフレンチとかで出てくるさ、前菜でしょ。違います。あるんだね。あるある、豆乳スープ、豆乳スープっていうのがある。それの、まあ、牛乳版は牛乳スープで。まあ、ホワイトデーはね、はい、これで終わりなんだけど、要は、うん、そのお渡しするものは、ね、まあ、そのせっかくだからなんか喋ろうやっていうことで、うん、まあ、考えるわけですよ、うん、トークテーマなんかあるかなっつって。なんかあるか。なんか最近頭が凝り固まっちゃってて。あ、自分の。自分の。おお。なんかそのなんていうの、アイディア系、うんうん、考えたりすること、想像力みたいなのがこう落ちてきちゃってて。どうなの、うん、もう何も話題もね今。ちょっとやめて。いや、ごめんごめん、本当申し訳ないんだけど。ちょっと手抜いてない、うちも。いや、手抜いてないよ、全く手抜いてない。エナピー喋れるやろみたいな。違う、本気できてるから。じゃあおかしいね。いや、そうなんだ。本気できてて、それは。え、じゃあそれで言ったら一個あるわ。おー、なんだ。最近いろんな人に聞いてる話ね、うん、自分の中でどっからが好きっていう判定に入る。あ、俺これしちゃってるってことはこの子のこと好きだわって自分で好きに入るポイント。好きに入るポイントね、うん、あ、これちょっと恥ずかしいな言うの。まあ結構影響するよね、今後に。すごい恥ずかしいんだけど、うん、例えばね、富士山に登りました。例えばね。例えばね。例えばね。例えばが結構具体的なんだけど。例えば、うん、富士山に登りました。登りました。登り切っ
ったところで写真撮るじゃん。その綺麗な写真を撮って共有したい。これ、まあ、富士山は、まあ、共有しやすいけど、うん、そのご飯とかはい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 、いやこれ見てすごくねみたいに言いたいなって思った人。え、すごくね、うん、はさ、まあ、まあ人に言いたいじゃん、すごいことって、うん、すごくないことじゃなくてすごいことでもう LINE 入る。まあすごいことでも入るかな、俺あんま言わないから。 あそうなんだ、うん、まあ、ご飯ですごいってことないけどね、あんまり。あの例えばイクラ丼とかさ、景色いいご飯ね。そうそうそう、そのここからの景色めっちゃいいみたいなご飯ね、映えご飯。あー、はい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 。それだけじゃなくても要は卵焼きとかでも、俺その卵焼き好きだから綺麗だったら、うん、とりあえず写真撮っとくの、うん、なんとなくね、うんうんうん、なんとなく撮ってめちゃめちゃうまかったら送って、うん、この卵焼きマジうまかったんだけど。へえー、でも結構それさ、なんか可愛いことするんだねえ、だってなんかさ、ゆうたくんはなんかさ、そのあんまりこうツンケンみたいな、うん、何考えてるか分かんないみたいな感じだと思うんですよね、キャラクター上。そうそう、けどそんなの分かりやすいやん。いやだからまあその好きになったらね、はい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 、はい、好きになるのがまずその少ないからさ。まあけどよく言うよね、虹の写真撮ってさ、うん、まあ、共有したいっていう気持ちね。それと同じ。ああ、何、え、だからうちは最近言ったのは本当に朝起きた時に思い出したらガチで好きに入る。起きた瞬間。そう、これおやすみロマンスの歌詞にもあるんだけど、その例えばじゃあデートしました、遊んだりしました、夜寝る前に、あ、今日楽しかったなって思う。これだけじゃ私は別に好きとは判定しないわけね、はい、で寝ます。次の日起きてなんか幸せな気持ちとか、あれなんか昨日楽しかったなとか、おー、その一緒に遊んだ相手からの LINE 来てたりしないかなって朝思うって、うん、待って、好きじゃないって思う。夜ってもう考えるものだし、うん、一日を振り返る時間じゃん、うん、言ったら。だからなんかまあ普通っていうか当たり前、まあまあそうね、まあ誰だったとしても遊びに行ったら多分思うと思う、寝る前、うん、今日丸々くんとどこどこ行った、楽しかったな。けど朝思い出すって結構ガチだと思うガチだと思う。だって朝起きてそれを考えてる自分に気づいた時え、好きやんってなるんだよ。おー、なるほど。だけど自分の中でさ、うん、その好きの境目がしっかりあるわけやん。うん、なら好きな人なんてできそうだけどね。止めれるようになっちゃったね。止めれるようにっていうのはどういうことなんだ止めちゃダメやん、止めなくていいやん。もっと言ってもっと言って止めれるようになっちゃったの。いや、止めちゃうようになっちゃったんでしょ。止めちゃうようになっちゃったの。好きにならないようになっちゃってるの。怖いんすか。はいいや、この年だったら急にびっくり。あ、なんか難しい恋愛って。まあ恋愛焦ることないよちょっとあのさ、ごめんね、ちょっと気になったんだけど、なんか終始そのなんかこう先輩としてのアドバイスみたいなスタンスは何なの。まあだから先輩だからね。いや一緒ね今いるフィールド同じフィールドなのに、なんか、うん、まあまあエナピも恋愛できるよみたいな、その落ち着けやみたいな、そのテンションやっぱそうなってんだよね今ほんと。自分の気持ちがさ、もう変な方向に入っちゃって俺の恋愛観みたいなのが考えないようにしてるから、自分自身の恋愛観、うん、だからもう人にばっかこう言っちゃうんだよね。つついてんだ、つついちゃう。いいのよもうそんな、まあ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 、俺らの恋愛の話をさ、まあ自分のね恋愛とこう照らし合わせて、うん、その考えいいねとか思ってくれたらまあ楽しいですけど、うん、恋愛じゃない話で一個、あの CDF お決まったじゃない。決まりました。ありがとうございま す, います今年も。今年もアーティストステージでやられるんですよ、はい、新曲とかも歌うんですかね。まあ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 、さすがに、うん、本当に今撮ってる今日新曲1曲、うん、おー、さっき出まして、うん、まあどんどん出てくんで、こっからマジでどれか見れるんじゃないかなっていう感じですね。まあそれさ、まあもちろん何曲か歌うってなったらさ、はい、既存の曲と新曲やん、うん、多分、うん、両方新曲ってなかなかない。なかなかない。その既存の曲、ここに対して俺はちょっと言いたいことがあって。あ、なになになに。僕、向江菜さんの楽曲を聴くんですよエキストラ、友達にはきっと戻らない、はい、このどっちかが聴けたら熱いなと思ってる、僕的にはまあけど東京ドームっぽくはないなっていうのも。そうなんですよね。思いつつこの数曲で盛り上げるってなった時に、うん、瀬戸り落ちしちゃう2曲ではあるんですけど。あ、まあ、そうで、え、
もゆたさんは好きそうな曲なんですよ、本当に。そう、本当好きなんですけど、うん、みんなもさ、コメントに残しといた方がいいよ、この曲聴きたいみたいな。確かに、それ本当に気になるかも。でも去年とかは、まあ、新曲は1曲決まってて、うん、あと3曲の中から選ぶみたいな感じだったけど、うん、今年は本当に曲数がめっちゃ夏の時点でめっちゃ出てるから、うん、本当にどれを歌ったらいいのかがまだ迷い中だから、既存の曲だけでもちょっと聴きたいかも。待ってって、てれて、もあれは一番盛り上がる曲、あれ踊れるしね、みんなで。あー、そっかそっか、うん、まあけど、あんたたちあれですもんね、ゼップツアーですよ。はい、ゼップツアーがあります。そこではエモい系確実に見れると思うんで、あの、ぜひ行きたいんで、僕バンダナ巻いていくんで。ちょっと前のオタクのバンダナとこう、ペンラコク挟んでもう8本ペンライトあったらこうやって確実にユタくんだからね。いや、マジで楽しみだから。ちょっと本当に頑張るからね、うん、見てほしいね、みんなにも。ちょっとムクエナの CDF のステージ、うん、俺去年見れてないからさ、がっつり楽しみにしてるから、今年かましに来てください。はい、お願いします。はい、お願いします。ということでね、こんな感じのホワイトデーしたよと。ごちそうさまでした。あ、いい、美味しかったです。まあね、いろんなクリエイターね、こう出ていただいたんで、みんなのね、チャンネルの URL をね、概要欄に貼ってるんで、ぜひそちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。この動画もね、このシーン面白かったよとか、この子のこの反応可愛かったねみたいなね、コメントがありましたら、秒数と一緒にね、コメントに落としていただけると、はい、みんなそれをして一瞬で飛べるんで、コメント、そして高評価ね、あとコムドットのチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画で、バイビー。